みんながどこでエンディング撮ってるか見たろ。マロくん。階段、階段。え、これでも何何どういうことこれ階段、え、階段じゃねえわ。透明だね。うん。あ、あれつけてんのか。透明な額縁を皆さんからもらったから。はい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 。メンさん。それを使ってたってことね。ですです。あ、これ壊しちゃった。うん、あ、やばい。あ、そうか、これクリ。あ、大丈夫。いや、びっくりした。やばい。ちょ、クリエにしてるとやっぱちょ怖いわこれ。クリア怖いな。わらわら。確かにね。サバイバルにしとこう。トロゼン。なんかイチャイチャしてた。トロゼン。俺が取る。うん。キュウキュウさんが、キュウキュウさんいないから。一旦。アーマースタンド、アーマースタンド、アーマースタンド。じゃあ僕キュウキュウさん役やるわ。じゃあお願いします。かぶかぶっていただいて、あのじゃあはい、これどうぞ。あー、すいません。キヨキヨさんちょっとやっぱ、はい、まあドズキヨということで長き、はい、友のためにそうですよ、ね、なりましょう、僕が。ありがとうございます。俺もこれなんか顔でけえな。やべ、僕だと思ってた。はいか、え、これアスレ、これアスレですよ。これアスレ、ね、いいな。アスレやりたい。帰宅部アスレ、帰宅部アスレ。難易度は3種類あります。おお、いや、これあの初級、中級、上級に見せかけて多分全部中級以上あります。3種類あるだけしか食べない。同じぐらいのやつが3種類。それでは休憩さんを中心に、はい、チーズ。これあれか、アスレ、アスレ部、帰宅部じゃなくてアスレブになってる。これアスレブなんですよ、実は。うわお。で、ここをこうして。ドズさん頑張ってくださいね。頑張ります。ドズさん今日はですね、全部クリアするまで俺の演奏。え、そんなむずいの？いや、どうすかね。まあ、30分ぐらいあればいけそうです。そんなかかるんだ、逆に。俺のところはもう勢いで走ってやればいけるっす。え？あ、で、チャットの、そうそう、そこ押せば戻れるんで。ここ押すと戻れて。まあ、無限挑戦編でちょっと。無限挑戦編始まるな、これ。やば。え、誰のとこが一番むずいの？いや、まあ、ちゃんとむずい。その、4マスできなきゃ多分大原が激むずっすね。ああ、まあまあまあ、4マスね。まあ。多分俺かも。うん、ああ、マジか。まあ、救急さんが一番なんで、2番目が大体3番目大原みたいなイメージで。おお。なるほどなるほど。いや、確かにこれむずいな。よし、じゃあ頑張ってください、ドズさん。はい、お疲れさんです。お疲れした、お疲れした。いけそうでいけないのが腹立つな。いけた、クリアしときたい。あー、惜しい。むずい、ここが4444だから。あー、惜しい。もう嫌だ。あの、さっきのドズル社の動画皆さん見ましたか？あのネタバレまだ見たくなくてリアルタイムで見たい人はちょっと今から耳を閉じてほしいんですけど、いや、今日の動画かなり白熱しましたね。もう本当に本当に運ゲーしか用意されてなかったから、マジで6分の1だった。まあでも、なんかなるべくして残るべくして残りましたね。飯田しっぺがなると思ってさ、飯田しっぺ今回猫字だし、猫字でしょ。明日から楽しみです。ちょっとね、久しぶりだからこういうの。まあでも、どうなるか分かんないのも含めて楽しみだな。だから最近ドズル社の企画ってさ、どうなるか分かんない企画というより、安定して面白い企画が多いからさ。マジでどんな感じになるのか楽しみだな。読めない。
いや、あのゴール一個前まで行けたんだけどな、さっき。いや、なんかね、それぞれのねコツは分かってんだよ。次は10年前のマイクラだって。10年前のマイクラでサバイバル。はい、そっち。面白そう。なるほど。シフトはシフトはさすがにあります。あるか。シフトはやってたでしょ、10年前。やったことねえかも。10年前やったことないですけど。進むとかできる。エンドラいない。エンドラいないわ。10年前ならエンドラはいる。エンドラいる。10だって2014か。いや、ツアーあるわ。あ、あるか。10年前、ちょっと。バージョンで言うと何なんですか。馬が実装されたあたり。バージョンで言うと、多分そのあたりじゃないですかね。かぼちゃより圧倒ですね。初めてやった時じゃないかな、うちが。エンチャボンとかない。ウサギとか、海底神殿が追加された年。はい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 。お気づきの方いると思うんですけど、10年前、すでにやってた人も結構いるわけですよ、アツクラって。はいはいはい。なんで、そういう方は、こう、昔を思い出しつつ、こう新人さんたちに教えたりとかしながら、先輩としてね、はい、そうなるほどね、先輩として見舞っていただいて、で10年前やってなかった人はもう新鮮な気持ちで今との違い結構大きいんで、うん、それを楽しんでいただけたらなということで、いろいろちょっとした、ね、まあ、ミッション的な目標も用意しておりますので、それぞれお願いいたします。僕が前10連エンドラの時のエンドラが出たバージョンかな。ちょっと僕何年前って言われても実際に僕自分でやってないから分かんないんだよね。そのなんかさ、自分がさ、その時その当時やってたらさ、自分が何歳の時ぐらいかってなんとなくイメージつくけどさ、自分がやる前のバージョンってもう全部等しく自分がやる前でくくられちゃってるから、頭の中でどのバージョンって言われてもちょっと分かんないんだけど、あのネザーに何もない時かな。もっと前なのか。要塞はもう多分いた。オッケー、ナイス、ありがとうございます。あ、でこれ行けた人だけ。オッケー、ふう、よし。すごいな。まあ、ぜひちょっと門下生の皆様はここに来た時は新エンドズルと二宮凡次郎の写真撮影お願いします。二宮凡次郎撮影お願いします。ドズル社ポジション、最後まで見てくれてありがとう。高評価、チャンネル登録よろしく。